僕が3月11日を忘れないトレインセンターに登録をしていて、でそこに一緒に登録をしていたしこたさむくんという映画作家の方がいて、で一緒に映画を撮る機会があって、でそれの上映会を、したんですね。でその時に、見に来てくれた方と、親密な関係になれたような、空間ができて、でこれを、継続的にできたらいいよねという話と、そこに来た方がやっぱりその、震災の個人体験を見に来た方がその語るような、感じになって、で、そこで気づいたのが話す場が足りないなという感じがして、なんかそういう吐き出す場所がないまま、その復興だったりその前に進むっていう感じがあって、それでいいのかなっていうような疑問があったので、ただその自分もそういう語る場が欲しいというか、そういう意味を込めたいというか、そういうのがあって、その震災の記録映像を見る場を作って、見に来た人とその震災について語り合おうという場を作ろうと思ったのがきっかけですね。今週末にある声シネマの、お呼びするゲストは刈田さんという方で、丸森の筆法地区というところで、震災記録を撮影されていて、仙台にいるとやっぱりその放射能の、話ってあんまりやっぱり聞こえてこなくて、実際その被害に遭った人が、例えばその賠償だったりという問題とか、その日々の生活をどういうふうに、しているのかっていうのが、その映像では見ることが、できるので、すごく貴重な記録にはなっていると思います。そういう活動をしている人たちの、発表の場になればいいし、でもっともっと、震災について語る場が今はもうすごく少なくなっているので、そういう話す場として、もっともっと広がっていけばいいかなと。あとはそのこの声シネマをこの仙台だけじゃなくて、日本中いろんなところで、上映をする場にもしていきたいなと思っています。